はい、皆さんこんにちは、リクトルです。さあ、今回ですね、いよいよ本日より2024年秋アニメ本格開幕ということでね、まあ、本格開幕って言ってるのは、まあ、すでに転生貴族とかですね、あの2期とか放送始まったりしてる作品もあれば、配信でね、あの先行配信されてる作品もあるんでね、まあ、いよいよ今日から本格的に開幕、10月突入しましたということで、気づけば今年も残り3ヶ月です。大切に一日一日ね、皆さん、頑張りましょうということなんですけれども、今回は、2024年秋アニメの開幕前、僕まだ転生期とかも頑張って見てません、2期。一番見てません。他の先行配信された先も見ずにね、もう予想してきました。はい。これがおすすめだというところで、復活です、この企画。開幕前おすすめランキングということで、まあ、2来る前ぐらいですね、お最後に、もう僕あまりに外しすぎるんで、ちょっとやめますということでやめてたんですが、何を考えとるんやと、ちょっと思い直しましてですね、せっかく視聴者さんからいろんなおすすめ作品教えていただいたりとか、もちろん僕も原作ファン作品があったりとか、しっかり情報を持ってて、やっぱ放送前って何見ようって悩むと思うんですよ。ちなみに僕は新作はもう全部見るみたいな感じから始めてるんで、何見ようとか選ぶとかないんですよね。でも例えば、今期は10作品ぐらい見れる時間ある人で10作品選んでみようとか、20作品選んでみよう、もしくは3作品見てみよう、1作品だけかもしれないですけども、そうやって選ぶときにね、僕のチャンネルしか見てなかったもん。何もわかんないわけですよね。まあ、例えば、青なことがかなり動画出してるの、青なんかじゃ見とこうかなと思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけども、せっかくならね、こう、やっぱ開幕前のおすすめランキングって出すことによってね、皆さんが見る、少しでも参考になればっていうのを思いますし、まあ、最終的に外しちゃったらね、まあ、それはそれでやっぱもちろん開幕前の予想難しいんですけど、当てるぞと。これ気合を持ってね、マイクロやってるのにどんどん精度上げていこうじゃないかとね、どんどんこう当てるように頑張ればいいじゃないかと、しっかり調べればいいじゃないかというところで、復活します。で、なんか、お前、テンションダメねって思った人いるかもしれないんですけど、なんでかっていうとですね、来期めちゃくちゃ面白そうなんですよ。まあ、来期っていうかもう本期になりましたけれども、ね。僕、注目作品を語り合う会ってライブ放送やったんですけど、この前ね、2週間前ぐらいですかね。やった時に、今期あんまパッとするやつなかったな、みたいな。意外と、あれ、続編強いだけかとか言ってたんですけども、まあ、続編のね、やっぱもうそもそも楽しみにした作品の PV 見たらもう、やっばい。まあ、新作もね、楽しみにしてた見てたら、やっばい。その上でまあ、ちょこちょことね、やっぱダークフォース的な作品もありそうだなっていうところで、今回トップ20、めちゃレベル高いっすね。あ、これ超豊作確定かという、まあ、やっぱ来期、そもそも続編は超強いので、まあ新作が良ければね、超豊作なわけですよ。はい。っていうところで、やっぱ続編だけ強いっていうことはね、よく起こりがちなのでね、そういう意味では新作に期待という中で、このトップ20作ったんですけど、開幕前ってね、結構やっぱダークホースとか入れても、なかなかトップ20うまくまとまんないんですよね。なんですけど、今回も溢れちゃいました。本当はこれ入れたかったけど、多分今回見ていく中で、これ入ってねえのって思う作品が絶対あります。先に言っても絶対あると思います。絶対あるんじゃないかなっていうぐらいの作品入れてなかったりするんで、実はね。はい。っていうところで、それだけやっぱやっぱ新作でこれ注目だなってやつを入れてたりしてますんで、ぜひね、今回トップ20、余裕ある人どんどんね、上からでも、まあ、続編ね、続編もたくさん入ってますんで、今から追いつくの大変だったら新作を優先してね、ぜひね、ご覧いただきましたら幸いです。ということで、すみません、前置き長くなりましたけどね、早速、こちらに全部ネタバレなしというか、まあ、放送はまだネタバレしようがないじゃないんですけど、まあ、原作、僕読んでる作品とかもネタバレせずにですね、アニメの期待度っていうところで、この辺が注目なんじゃない、これだからおすすめだっていうところで、話していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、対象タイトルは全体ですね、はい。来期もね、めっちゃ多いですよ。またね、ちょっと前作品紹介、この後にでも動画出すんですけど、なんか発注タイトル近くあるんですよね。で、僕ね、数えたんですけど、また僕が見る作品もそれ紹介するんですけど、50タイトル超えるんですね。まあ結構毎回最初50タイトル超えたりするんですけど、今期めっちゃ多いなっていう感じでですね。はい。ということをたくさん見てね、まだ厳選して、おすすめ作品も紹介しながらね、またいろいろと感想動画も出していきたいなというところで、まだ第1弾。開幕前ランキングやっていきたいと思います。ということで、では早速20位から紹介していきます。ではまず20位です。20位。メカウデということでですね、早速このアニメなんだとね、思われた方もね、多いんじゃないかなと、思うんですが、この作品、来期のオリジナルアニメでございまーす。ということでね、トリフ、スタジオ、TRIF スタジオさん、福岡発の新進気鋭のアニメプロダクションさんが手掛けるオリジナルテレビアニメ、アニメーション作家岡本さんが監督原を務められているというところで、まあ、メカウデというところでですね、やっぱこう、まあ、ロボットもちょっと絡んでくるのかなというね、人間に結合することで活動できる腕型機械生命体メカウデっていうのがね、出てくるみたいなんですけども、まあ、そんなまたね、ごく普通の生活を送った男子中学生ヒカル、まあ、その2人を中心とした冒険と戦いが描かれると。
というところなんですけれども、 PV 見た時にね、おお、なかなか面白そうだなっていうところで、まあ、王道もののバトルアクションになっていくのかっていうところであるんですけれども、やっぱオリジナルアニメね、期待したいですよね。クオリティもね、高そうだったんで期待したいと思います。やっぱね、まあオリジナルってわかんないです、これマジで。もう大こけするかもしんないし、かと思ったらね、リコリスリコイみたいになるかもしんないわけですよ。はい、という意味ではね、まあそのリコリスリコイみたいな感じのヒットの仕方じゃ少なくないと思いますし、正直ヒットしづらいかなって僕は見てます。うん、ただ内容的にめちゃくちゃ面白い可能性やっぱあると思ってるんで、これ期待して、おります。来期の期待のオリジナル魅惑でございます。はい、まだねこれオリジナル魅惑あるんでご楽しみください。はい、では続いて19です。19位、やり直し令嬢は竜王陛下を攻略中という、これ19位でございますということでね。いや、これはね、多分意外に思われた方もね、多いんじゃないですか。え、これなんだとかね、まあ、原作ファンの方もね、いらっしゃると思うんですが、この作品に関してはナローアニメというところ、ナロー原作ですね、ラノベ原作というところになっておりまして、ファンタジーものというところで、まあ、やり直しというところでね、まあ僕 PV 見た時にこれピッときたんですよ。まあ、その時、PV 見た中で新作で全然知らないやつでね、これ、おい、面白そうだなって思ったのは全然なかったな、ぶっちゃけ。だからライブオースでも結構テンション低めだったんですが、この作品面白そうだなと思いまして、まあ、やっぱやり直し系って言ったら、ループ7回ありましたね。ループ7回目の、悪役以上は、ちょっとタイトルも思い出せない、長すぎて。ループ7っていうね、めちゃくちゃ面白いアニメがあったんですけれども、まあ、そういう意味でもね、やっぱこう、やり直し系っていうのはね、やっぱかなり面白くなるパターン多いですし、まあ、名作もね、やっぱタイムリープとかそういう系も多いですよね。うん。で、だから、まあ、この作品ね、まあ、その、竜帝陛下がですね、なんかこう結構なんかすごい、ロック、なんか元々知ってる姿と全然違ったりとかね、やっぱかなりこう、笑いの要素もありながら、もちろんやり直し系ならではの感動要素とかね、まあ、進行、まあ、ヒロインもね、またこの辺も良さそうだなというところで、思っております。で、まあ、問題クオリティですね、世田谷市が JC スタッフさんというところで、来期やっぱタイトルがものすごく多いので、まあ、PV 見た感じで、ね、問題なしそうだったんですけれども、しっかりクオリティを維持できるか、まあ、それさえできればね、面白い作品になってくるんじゃないかなというね、期待感を持って、まあ、これも本当僕もアニメ勢っていう感じなんですけども、楽しみにしている作品でございます。はい、次に行くライトノベル大賞、2021ではウェブ発文庫本で4位を獲得しているそうです。はい、楽しみでございます。で、18です。18位、ドラゴンボールダイマということでね、いや、この前ね、もうライブ放送ね、やらせていただいたんですけれども、まあ、テーマがですね、前期、まあ、2024年夏アニメの最終感想交流会ということだったんですけども、ドラゴンボールの話をね、30分ぐらいしちゃいました。めちゃくちゃ盛り上がったんですけれども、まあ、それでやっぱすごい楽しみにね、まあ、改めてなりました。まあ、ドラゴンボール、やっぱ嫌いなやつとか好きなやつしかいないんじゃないかみたいな、もう男はみんな見たことあるんじゃないかみたいな、やっぱ作品じゃないですか。っていう意味でやっぱそもそも楽しみなんですが、まあ、ただやっぱ懸念点っていうのがあってね、それやっぱま、ちっちゃくなるっていうことなんですよね。まあ、これがどうね、まあ、やっぱこの、働いていくのかってもありますし、もうオリジナルストーリーなわけなんで、もちろん鳥山先生も関われてるというところなんですが、まあ、ちょっと面白くなるから、まあ、ぶっちゃけ未知数なんですよね。で、やっぱその思い入れも強いからこそ評価が厳しくなる可能性もあるかなっていうところで、まあ、楽しみ半分、不安半分っていうね、とこですし、まあ、僕も最近ね、もう筋トレしまくってますけど、筋肉がやっぱ良かったんじゃないかって話も出ましてね、もう僕ブロリー大好きなんですよ。スーパートランクスの筋肉とか言ったらね、ああいうの好きなんですけどもね。あとゴジータとかね、まあ、定番のやつもね、好きなんですけれども、そういう意味ちっちゃくなると筋肉要素が減るじゃないですか。おっと。まあそういう問題もありながらね。まあでも一番不安なのは僕はやっぱストーリーがおもろいかどうかちょっとわからんっていうのがね、正直思ってることなんで、うん。まあちっちゃくなるって言ったらね、GT ですよね。ドラゴンボール GT、あれ全部アニオリっていう話なんですが、ちょっと信じられないんですけどね。はい。っていうのもありましたんでね、ちょっとそういうのと、差別化できるのか、面白さしか出せるのかっていうところに、やっぱ注目したいなと。まあ、新アニメっていうところなんでね、はい。まあ、ちょっと評価正直しづらいです。ぶっちゃけ週刊ランキングは外したいんですが、まあね、もう殿堂入りですよ、この作品は。はい。なんですが、しっかりとね、見て評価はさせていただきたいなと思います。18でございます。はい。では、次で17位です。17位。MF ゴーセカンドシーズンということでね、MF ゴースト2期ですね、まあ1期も超途中で終わりまして、もう超、まあ完璧分割に来るっていうね、感じのアニメだったんですが、MF ゴースト当初はハマってなかったんですけど、後半でめちゃくちゃハマったというね、もう記憶にも鮮烈に残ってますので、2期もね、非常に楽しみだなっていうのを思ってますし、まあ、レースものというところなのでね、うん、やっぱこう、どんどん面白さも、キャラもどんどん立ってきてたんでね、そういう意味でやっぱこう、
また2期になってさらに面白さ上がってくるんじゃないかなって期待感もありながら、ただね、本当はもっと上に順位にしたかったんですけど、やっぱレベルが高すぎるな。ちょっとね、やっぱどうしてもね、レベルがあまりに、今期高そうだと、まあ、続編も強そうだというところで、この順位になっております。非常に楽しみです。はい。では、続いて16位です。16位。妻、小学生になるということでね、まあ、これも僕もね、完全初見というところなんですけれども、まあ、PV 見たときに、本当はもっと高い順にしようかと思ったんですけど、ちょっとさすがにな、ま、全く知らない作品でね、そんなに上にするのもな、みたいな感じもあってですね、まあ、この10位に落ち着いたというところなんですが、10年前に死んだ妻がランドセルを背負って帰ってきましたというところで、まあ、そういう設定になっております。まあ、もともと、まあね、奥さん、妻だった方が、小学生で、戻ってくるよというね、作品ということになってるみたいなんですけど、やっぱ感動系の匂いしますね、これやっぱね。かなりこう、グッとくる作品になっていくんじゃないかなっていうね、期待感もあるので、っていうところで、16位というふうにね、させていただいております。もうこれもね、期待の、新作ということで、まあ、すでに原作も完結済みというところで、全14巻っていうことなんでね、ちょっとどこまでアニメ化されるかはね、ちょっとわからないですけれども、累計発行部数は160万部とか、2022年2月時点か、でもね、言っていると。いうところみたいです。でドラマ化もされてるんですね。2022年1月21日からドラマ化もね実はされてたり、ね、全然知らなかったんですけど、はい、っていうふうになっております。週刊漫画タイムス、法文社のとこね雑誌なんだね。はい、ということで、16位でございます。ではって15位です。15位、ルローニケンシン明治剣客ロマンターン、京都動乱編ということでね、第2期が15位でございますということで、いやルロケンもまあ楽しみだよね。で、まあ、いよいよね獅子王のところをね、やるわけで、もう PV 見ても超面白そうだったね。でやっぱ1期はね割と辛口になるところもあったんですが、まあ、基本的には面白かったですし、どんどんやっぱ面白さもね後半上がって、まあちょっと構成的な部分でねちょっと気になる部分が正直あったり言ってたりもしたんですけれども、やっぱいよいよまあこのルロケンも本番というかね面白いとこ入ってくるなって感じがしますので、非常にね、まあ、ここ期待して待っております。15位でございます。では14位です。14位、ネガポジアングラーということでね、まあ、これね、やっぱ来期のこの大穴枠というか、まあ、オリジナルアニメなんですけれども、非常にやっぱ期待している方もね、期待しているというか、なんか陰ながら期待している方がかなりいるんじゃないかなというね、作品になっておりまして、僕も当初はね、そんなにやっぱこう、どうなんだろうと思ったんですけれども、PV とか見ていろいろ調べていくうちにですね、これはかなりこう、まあ、感動系になるというか、やっぱこう、面白くなる可能性を秘めてるなというふうに思っております。もともとですね、主人公は多額の借金を抱えておりまして、で医者から余命2年を宣告されるという、もうどん底から始まっていくと。でそんな中で、まあ、釣りに出会ってっていう感じでね、まあ、釣りアニメというところなんですけども、で釣りアニメといったら放課後堤防日誌がね僕は思い浮かぶんですが、あれ僕合わなかった切っちゃったんです。実は3話切りぐらいしちゃったんですよね。っていう意味では まだ全然毛色はね違うと思いますので、はい、転落し続け世界を見上げるだけの人生はそう簡単に変わらない、というかそんな主人公は釣りを通して見つけたものとはっていうことで、やっぱこれかなり感動というか泣いちゃう系なんじゃないかなというのもね、思っておりますので、期待してもクオリティもね高そうですしね、しております。はい、これを押さえておいた方がいいですね。はい、で13位です。13位、トリリオンゲームということでね、この作品に関しては稲垣理一郎先生、ドクターストーン作者さんが原作、務められておりまして、セネマ画に初挑戦というね作品になっております。ドラマ化もね目黒蓮さんでね、主演でされておりまして、かなり人気だった、まあ、映画化するんだったかな確かね、ということで、まあ、僕は実はドラマは見てなかったんですけど、原作ファンでですね、非常に面白いと。ただやっぱビジュアル的な部分でやっぱ入りづらいのかなと思ってますが、まあ、内容的にはねもうピカイチに面白いと僕は思ってますので、これかなりね、期待している作品になっております。はい、まあ、この作品はね、まあ、トリリオンっていうこれ1兆ドルかなを目指していろいろやっていくということなんですけれども、まあ、主人公タックがねこれもまためちゃくちゃ面白くて、すげえやっぱ社交的な主人公と、パソコンオタクのねこの主人公のタックでいろいろやっていくんですけれども、まあこれがねめちゃくちゃ面白いんですよ。はい、もうほんと予測不能というか企業サバイバルみたいな感じなんですけども、はい、これはねかなり期待している作品、まあ期待っていうか、まあ原作がめちゃくちゃ面白いんでアニメをね楽しみにしている作品でございます。はい、制作会社が
あ、マッターさん。あ、マッターさんだ。あ、という意味でもね、また期待できるのかなと思っております。はい。では、12です。12。ガンゲイルオンライン2期ということでですね、12でございますということで、何を隠そう、ガンゲイルオンラインは私も見たばっかりです。実は見てなかったんですよ。SAO をね、大好きながら、SAO のスピンオフ、ガンゲイルオンライン、ずっと見ようと思って、ここまで来てしまってですね。で、2期やるということで、もう見るぞって言って、すごい距離見たんですけども、最初ね、なんか僕、1話見た時ぐらい、1話とか2話の序盤ぐらい、なんかそんなもんねえなと思ったんですけども、どんどん面白くなってきましたね。もう最終的にはもうめちゃくちゃハマったというところ、一瞬なんか2日ぐらい見ちゃったんですけども、はい。2期もね、これま楽しみだし、ほんとこう、ガンアクションというか、もうゲーム世界とは思えないぐらいの、こうなんか、なんか戦い、もちろん緊迫感もありますし、なんか躍動感というか、まあ、アクションシーンですよね。で、制作会社もね、エヴァンピクチャーズさんに変わる、元スタジオサンヘルさんだったかな、っていうぐらい変わるっていうことなんで、まあ、よりやっぱクオリティも上がるんじゃないね、もともとクオリティ高かったんですけども、っていう感じもしてますし、ピピ見た感じもね、これファンの期待値上がる感じの、なってましたんで、はい。いや、面白い、すごいですね。やっぱゲーム世界であんだけ、やっぱソードアートオンラインと違ってね、やっぱ死ぬとかじゃないんですけれども、まあそこにやっぱうまく設定を兼ね、組み合わせてきたりするんですけども、めちゃくちゃ面白かったですね。はい。ということで、まあ女性主人公ですね、こちらね、レンちゃんってね。はい。いや、ちょっとこれめちゃくちゃ楽しみにしております。12でございます。はい。では、11です。11。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。ダンマチ5期ですね。こちら11でございます。ということで。まあ、ダンマチに関してはね、やっぱこう、4期がめちゃくちゃ良かったじゃないですか。てか3期4期とめちゃくちゃ面白くて、4期やっぱすごかったっすよね。はい。っていうところなんで、ちょっと5期がそういうのを超えてこれるのか、どんくらい面白いのかっていうところを僕はね、期待しているところになっております。まあ、もともと続編はね、期待したいようなね、描き方ではあったんですけれども、ちょっとね、正直 PV とか見て、あらすじ見てる感じでも、ちょっといまいちまだ掴めてないので、まあ、見てね、どうなのかとか、まあ、原作ファンの方もぜひね、ちょっと、ダンマチ5期は面白そうとか、ダメかもしれない。悲惨ないご意見をいただけたらと思うんですけど、まあ、現状ももちろん楽しみにしてはいるんですが、まあ、やっぱその4期とかに比べると面白さ落ちてしまうんであればね、評価もやっぱ厳しくなっちゃうのかなっていう感じは、してます。で、クオリティに関しては、まあ、ダンマチもね、制作会社 JC スタッフと、来期もね、めちゃくちゃ作品を抱えてる JC さんなんですけれども、やっぱこう、ダンマチはね、ずっとクオリティ高いですね、でも大丈夫。そこは絶大な、ね、安心感、信頼があると思います。はい。では、ここからトップ10入っていきます。では、まず第10位です。第10位。来世は他人がいいということでですね。こちら、第10位トップ10入りでございますということで、こちらの作品に関してはですね、2023年10月に累計発行産280万も突破、アフタヌーンでですね、コーナーさんアフタヌーンで、2017年から、連載されていると、ツキンクの漫画大賞2018年のコミックスも1位の作品ということになっております。でですね、この作品に関しては、ヤクザものっていう感じなのかな、ってとこなんですけども、これね、PV 見た感じもね、まあ、クオリティがね、世界史スタジオディーンさん、まあ、この前ね、義前生活やったところなんですけども、ちょっとクオリティ的にどうなのかな、みたいなちょっと思いはあるんですけども、内容はね、こうかなり面白そうだし、インパクトもね、強そうだなっていうところで、いやこれ、まあ、ダークホースってほらないですよ。まあ、非常に人気作品ではあるんですけども、まあ、ラブコメではあるのかな、はい。これから面白くなりそうだなっていうね、期待感を持って、おります。なかなかね、やっぱエグそう。結構エグそうな感じもするんでね。はい。ということで、第10位に入りさせていただいております。はい。まあ、こういうのがね、当たってくるとまた面白いなと思っております。はい。では、第9位です。第9位。天神さんちの縁結びということでね、もうそれ今夜放送ということで、なんとか間に合ってね、よかったなと思うんですが、またね、これも感想動画多分明日ぐらいあげると思うんですけども、これに関しては、週刊少年マガジンのラブコメという、内藤マーシン先生ですね、五等分の雨名の時アシスタントされた方が、作詞さんになっておりまして、まあ、五等分感もね、まあ、絵柄的にもね、するというところで、未公、まあ、三姉妹のラブコメというところなんですけども、まあ、ちょっとね、なんか若干ファンタジー要素も入ってる作品なんですけれども、いいですね。で、PV 見た感じもかなりこれ仕上がりに良さそうだっていうところで、ものすごくはもうね、楽しみに、してる作品で、ございます。はい。僕はね、まあ、天神さんちの縁結びに関してはですね、やっぱ僕は朝日ちゃん推しというところでね、やらせていただいてるわけなんですけれども、ちょっとアニメでどうなるかっていう感じでもありますし、まあ、3姉妹はものすごく可愛いですし、もう主人公もまた、いいんですけれども、はい。まあ、非常にね、これも楽しみに、してる作品で、
ございます。はい、では第8位です。第8位、青のエクソシスト雪の果て編ということでね、青エクの第4期になりますという、これ3期ですね。もうほんと何年ぶりからものすごい久しぶりに続編が、来たというところで、キャラクターとかも変わってね、やっぱ戸惑う方も多かったという、続編だったんですが、3期はめちゃくちゃ面白かったですよね。4期はね、また超面白そうだったよね。もう PV 見たらテンション爆上がりしちゃったんですけど、はい、ということで、まあこれまで見てる方はね、絶対見るしかないぞっていう感じの、話にもなってきそうなので、まあこれはね、かなりちょっと楽しみに、してるんでしょう。まだやっぱ兄弟の激突っていうのもありそうなんでね、ここはねすごい楽しみにしてます。クオリティはね、やっぱキャラクター変わりましたけど高いのでね、そういう意味でもね、まあ、僕は、期待して見ていきたいと思ってますし、やっぱ3期はね、こうしえみちゃんもすごかったですよね。あ、まあやっぱとてもない髪型見せてくれましたんで、まあ、ここのね、リンとの関係性、ここも注目していきたいと思います。はい、では第7位です。第7位、ブルーロックVS バーサスアンダー20ジャパンブーロック2期第7位ということでね、あれと思ったのもいらっしゃるかもしれないですね。ブルーロック、あれリクさん順位抑えめじゃないのと思ったかもしれないんですが、これに関してはですね、ちょっと理由が、まあ、あるというところなんですけども、まあまずね、ブルーロックに関しては監督さんが変わるというところ、まあ、1期から2期で監督変わるっていうのは結構あって、まあ、無職戦士とかも変わったり、したわけなんですけれども、まあ、それによってまずどうかっていうのもありますし、で、まあ、ちょっと映像面のところですよね、まあ、ちょっと若干止めが多いんじゃないかみたいな話もありまして、PV のところですよね。でも本編がどうなるのかっていうところ、まあ、クオリティは僕は間違いないと思ってはいるんですが、まず監督さんの変更と、まあ、そこのね、まあ、でも制作スケジュール的なところでもしかしたらね、何かそれを大変なところもあるのかもしれないと。もしかしたら映像面でね。まあ、ブルーロックもともとちょっとね、CG、なんか若干こう使うところもね、まあ、基本的に参加良かったんですけども。はい。っていうところでね、まあ、その辺のまあ不安感があり、7位というところで。まあ、内容的にはね、まあ、原作部分もファンですけども、すごいやっぱ面白いもうところですし、楽しみでしかないなというところなんで、全14話というところみたいなんですけども。はい、まあ、クオリティ面と、まあ、あと監督さんの変更の影響ですよね。これがどうなっていくのか、まあ、そこに、まあ、注目どころなのかなと思いますけれどもね、はい、まあ、注目、超注目タイトル、超期待タイトルにはまあ間違いないと思っております。はい、では次6位です。第6位、ダンダダン6位ということでね、ジャンプラの超人気作品、まあ、PV からの主題歌もクリーピーナッツさんがね、やれると、まあ、クリーピーナッツさんといえばね、まあ、マッシュルでも激バズり、もうとんでもないバズをね、してマッシュルも超人気になったということもありましたけれども、そんなクリーピーナッツさんが、ダンダン主題歌もやれますし、まあ、制作会社サイエンスサルさんというところで、まあ、映像犬ですとかね、平家物語とか、まあ、癖の強いアニメーションでもまた有名なところですけれども、またこれがダンダンに合うんじゃないかってことで、まあ、声優陣も非常に豪華というね、ところで、まあ、めちゃくちゃ楽しみなんですね。まあ、PV とかもクオリティとか PV 出来もものすごい良かったんでね。ただやっぱちょっと好み分かれるなと僕思ってて、なんだん結構やっぱ勢いもあるんですよね。オカルティックラブコメみたいな感じでもあるので、まあ、これがうまくアニメ見た時に刺さるのかっていうのはあってですね。で、僕も原作別に好きで読んでるんですけども、じゃあめちゃくちゃ余ってるかってそういうわけじゃ実際ないんでですよね。まあそれクオリティこんだけなるけどさ、その原作再現の方が良さそうでね、こんなそんで原作超ファンだったらそれもっと10上だと思うんですけど、普通に考えたらね、はい、っていうところでやっぱ好みも正直分かれるかなと僕は思ってます、このダンダランに関しては。うん、なんでちょっとアニメ実際見てみてね、どう感じるのかっていうところで、まあ、期待したいですし、まあ、そもそもダンダンって原作の能力がめっちゃ高いんですよね。で、原作能力高い作品結構ね、アニメーション厳しく見られがちなんですよ。うん、だしハードル上がりがちなんだアニメからね、っていう意味でやっぱそういうところです。財産サルさん、まあ間違いないと思いますけど、アニメーションに関してはね、どんな風に見せてくれるのか、まあ、そこもね期待しております。はい、では第5位です。第5位、 2.5 次元のリリさんにグルメにゴリリーということでね、なんか前連続に来る体重にしない時とかもあったんですけど、いやなんかおかしくねって思っていや連続に来るなんで体重にしてないのって、そのクールやんだからさ開幕してるんですよ。でもその上で分割に来るも一緒じゃないとか思って、続編だって一緒じゃないかとかさ、前情報、なんか僕が思うには、その元対象外してたのが、その前情報もあるじゃないですか、ワンクルメやってるわけだから、うん、っていうのもあったんですけど、それでは分割に来るもぶっちゃけほとんど一緒だし、で、そのクールやるんだから、それでなんか対象外するのおかしいなっていうのと、ニゴリリを紹介したかったです
これ濁りを押させてくれって思いましてね。はい。まあもう、だ皆さん、多分皆さんご存知言い過ぎかもしれないけど、このチャンネルご覧になってる方だったらね、濁りで2クール目が面白いってこの人が言ってるってのは多分把握してるんじゃないかなと思うんですが、マジでおもろいんですよ。もう期待しかないです。で、結構やっぱ濁りで僕も布教しまくったからあってなのか、まあ一気やっぱめちゃちゃ、一気ワンクール目がめちゃ面白かったので、もう一気に原作をもう一気に全部読んじゃいましたみたいな方がたくさんいらっしゃってですね、めちゃくちゃ嬉しいです。本当ありがとうございます。もうね、2クール目を追ったね、もうさらに原作読みたくなると思いますし、ほんともうアニメもう泣きすぎて見えなくなっちゃうんじゃないですか。ハードルあんま上げすぎても、ちょっとあまりにちょっとはい、まあ、僕の懸念点がちょっとあまりにハードル上げすぎて、それでどうなるかみたいなところがあってですね。この上がりすぎたハードルを超えてこれるのかみたいなところがあってね。うん、ちょっとあんま上げすぎて、やっぱいいことあんまないんですけれども、はい。まあ、クオリティ面もね、ニゴリはやっぱ JC さんですけども、良さそうだなっていうのは、まあ結構背面制作しそうだなっていうのを思ってますし、ほんと面白いんで、もう泣きすぎて僕漫画も止まったんですから、はい、楽しみでしかないです。ニゴリリ、うん。ちょっということで、ぜひともね、ワンクール見てない人今からも追いついて見て、どんどん面白くなってきますよ。最初1位系かなと思ったらね、もうこんなスポコンのコスプレはさっきあるってなりますから、はい、ジャンプだってなりますから、ぜひとも見てみてください。はい、では次第4位です。第4位。ブリーチ千年決戦総国短最終章短クール目だよいということでね、もうさっき PV 見たんだけども、めっちゃくちゃ面白そう。もうね、こうクオリティやべえわやっぱり。もともって、もちろんトップ10とか別に6位か7位ぐらいするつもりだったんですけど、ちょっとあまりにこの PV もいいですし、まあもうそもそもアニオリ展開ね、ラスト2クル目突入してて、まあ原作者ももちろん関わられてるんでね、まあそういう意味もすごい楽しみだなっていうところで。まあ最終章当時ね、やっぱ連載当時は結構評判厳しかったんですけども、まあ最終章ね、アニメでやってもものすごいクオリティもありますし、やっぱアニメならでは面白さとかね、まあアニオリ要素も付け加えてですね、非常に人気出てるというところで、めちゃくちゃ面白いなっていうところなんですけれども、ちょっとこれ3クル目やばくなんじゃないなと。ちょっとね、もう期待値、もうため高まりまくってますね。はい。ということで。まあ今からね、アニメ追いつくってなると、この前生放送で調べたら366話とか、ね、1日1話で1年かかるというね、感じなので、なかなか正直ね、追いつけないと思います。今期やってる中に追いつくって言ったら、1日ね、10話ずつぐらい見ないとね、厳しい感じなので、はい。なかなかね、正直追いつけないと思うんですけれども。まあ原作、まあ僕は原作読んだんですけど、僕は原作で完結まで読んで、アニメは全部追ってるわけじゃないんですけども、最終章はね、やっぱとんでもないクオリティでやってますし、めちゃくちゃ面白いんで、はい。まあぜひともね、うん、まあやっぱこれ見てほしいなって思いますし、ね、もう追いつく余裕があればだけどね、はい。私、まあ見てる人はもちろん、ね、3クール目を楽しみにね、全4クールということなんで、まあ残り1クール、今回あったらあるっていう感じだと思うんですけど、ものすごい楽しみでございます。はい。では、ここから、トップ3入っていきます。ではまず3位です。第3位、アオナコー来ましたーということでね、もともとね、派遣待ったなしみたいな動画もね出してましたんで、1位にする気満々だったんですけど、いろいろ精査した結果3位になりました。まあ超期待作品なのは間違いないですね。まあやっぱこの、まあ、小崎に関してはね、結構部活っていうか、まあそのスポーツ要素もあるですね。まあ、スポーツラブコメというか、ラブストーリーというようなね、感じになっているので、うん、で、まあ、やっぱそういう作品って結構ね、ストーリー面っていうところで、どうしてもやっぱバトルモノとかファンタジーものみたいなところに、覆ったりしがちなんですけれども、まあ、このね、青な箱に関しては、やっぱストーリーもね、非常に強いですし、やっぱこう、まあ、青春っていうか、青春かよって感じもあるんですけども、やっぱすごい、それスポーツもね、めっちゃ真剣にやってるし、すごいもうガッツリ描いてるんですよ。うん、っていう意味ではやっぱね、より心に刺さる部分もありますし、はい。原作もね、またいいんですけどもね、ちょっとアニメまたこれすごいことになりそうだなっていうところで、まあ、かなりね、気合も入ってるみたいなんで、久しテレコもアニメーションフィルムさんっていうところでね、まあ、ラブコメって長泥さんやってました、まあ、目視録の4基地区もね、やってる制作会社ですけど、アニメーションももちろんね、期待ですし、こんちはこれが先鋒を起こすんじゃないのというところで、まあ、週刊誌のジャンプ、ね連載というところで、なっておりますけど、まあ、青の箱に関してはね、もともとね、作者さんの前作ですね、先生好きですって、これマガジンのやつなんですけど、これもね、僕好きだったので、まあ、そういう意味でもね、またこう、青の箱はこんだけこう、なんか人気出てきて有名になってて、僕、ものすごい嬉しいんですけれども、はい、まあ、これいよいよアニメ化されるっていうこと、ずっとアニメ心待ちにしてましたんで、まあ、声優陣もね、バチバチにハマってると思いますんで、もう楽しみでしかないなと。主題歌もヒゲダンさんですよね。で、エンディングユーさんの時も、これ来たなと思ってますんで、はい。超期待しております。
ただね、そのやっぱそのラブストーリーというところ、青春ラブストーリーっていうようなね、作品になってますので、どこまで跳ねるのかっていうところはね、なかなか難しいです。まあこれに関してはやっぱ本当に跳ねたって言うと、やっぱかぐや様とか、五等分の七夢とかね、まあ、かのかりとか、まあそういう感じになってくるので、正直限られてきます。という意味ではね、ちょっとこの青の箱に大いに期待したいですし、まあスポーツ要素っていうところも強い、作品なので、ぜひともね、ラブコメとかあんま得意じゃないなって人もね、見てほしいですし、またね、このね、この関係性がまたね、クローってきますからね、はい、ちょっとまあ、いろいろと味わって、あんまりネタバレになっちゃうんで、ちょっと味わっていただけたらなっていうのを思ってますが。僕はやっぱね、千夏先輩をしたなぁ。はい。ということで、ちょっとね、まあいろいろ注目してみていただきたいと思います。はい。意見性も最高なんで、そちらも、見ていただけたらと思います。はい。ルイキャグボス500万部という第2作品でございますね。はい。では、第2位です。第2位。リゼロから始める異世界生活リゼロ第3期にということで、まあ、これに関してはね、もうちょっと原作勢の方からのもう期待値で先行してます、正直。まあ、3期がおもろいって僕ずっと聞いてたんですよ。もう、リゼロの3期がおもろいってもう決まる前からずーっと。やっとね、話伺ってまして、めちゃくちゃ楽しみになってたんだよ、もう俺。ね、1話から1時間半でしょ。もう楽しみでしかないやん、こんなの。ね。はい。ということで、リゼロファン待望の3期という、2期やってたのが2021年とかでしたよね。もうなんかめちゃ久しぶりだからね。はい。ということで、もう楽しみでしかないので、なかなかまたね、ハートの話にもなりそうですけどもね、スバルとエミリアターの話になるんですが、これまたね、メインで。はい。ということで、まあ、ちょっとね、あのキャラの復活も心待ちにしたいところなんですが、それは来ないのか来るのか分からないんですが、はい。ということで、リゼロ3期、2位というところで、まあ、クオリティもね、まあ、間違いないですし、やっぱまあ、基本的にはやっぱこう、まあ、一期とかはね、特にこうかなりヒロインの可愛さというか、レムちゃんがね、大人気だったわけなんですけれども、やっぱどんどんやっぱハードさですよね。作品の話のハードさとか、スバルのこの、やっぱこの根性というかね、ね、そのエミリアタンとかそれぞれの思いとかね、やっぱそこはやっぱすごい際立つ作品でもありますし、結構やっぱ震え上がるようなね、ストーリー展開っていうのもやっぱ魅力の作品なので、まあそういう意味でもね、ちょっとまた、3時までめちゃくちゃ楽しみにして、まずは、ね、1話から、ね、1時間半ということで、ね、ちょっと存分に楽しんでいきたいなと思っております。最悪に何度でも立ち向かいっていうことね、またとんでもないのが来るみたいですけど、はい、楽しみでございます。はい。そしていう第1位発表していきたいと思います。もともとね、まあ、超期待してたんですけど、もう PV 見たらもうたまげだと、あ、これ派遣ですと、ね。とんでもないの来ました。開幕前、今期、2024年秋アニメ。この青の箱も、リゼロも、超えてきた。1位、これでございます。第1位。地球の運動について1位。いや、今期は地のクールだわ、これ。もうね、もともとやっぱ原作も最初めちゃくちゃ面白いんですよ。地動説をね。まあ、天動説がもう主流、元主流だったわけじゃないですか。そんな中で、その異端って言われるその地動説っていうのをもっと人生をかけて証明していこうみたいな作品なんですけれども、まずそのストーリー展開から驚きがあるんですけれども、で、今回やっぱその、まあ主題歌も良かったですね。サカナクションさんですけども、主題歌もね、またね、もうすごいいいなっていうのを PV 見てて、思いましたしね、クオリティもね、先生マットハウスさんっていう、これがね、またね、すごい合ってるんですよ。っていうことで、もうちょっとね、楽しみでしかないなというところで、PV を見てね、エンディングヨルシカさんでしょ。もうね、期待値も爆上がり。あ、最初は1、2は連続放送なんだ。NHK ならやるんだね。はい、っていうことで、ちょっとね、もうちょっと、もともと楽しみだったんですが、PV 見てちょっとこれやばいぞと。でも結構ね、もとも読んだことない方からもかなりこう、楽しみですねっていう声をいただいてまして、まあ見たことない方も期待値高まってると思うんですけど、話としてはその地動説っていうのを証明するっていうところ、なんか地味になりそうじゃないですか。めちゃくちゃエグいですから。で、そのめちゃくちゃエグいのをどうアニメに落とし込むのかっていうのもあるんですよね。ただやっぱこれはね、僕かなり期待しています。はい。まあ、NHK さんでもね、いや、進撃やってましたからね。はい、いけるぞっていうのもね、ありますし。で、まあ、正直その原作ファンとしてはね、結構その終盤が、ちょっと渋かったんですよ、ぶっちゃけね。だからそのアニメの範囲はもう間違いなく面白いし、序盤の補助ではもう尋常じゃないです。まず、こう来るのっていうそのストーリーの展開もそうだし、またね、もう、ちょっとあんまりともネタバレしちゃいそうだから、ちょっとやめとくんだけど、もうおもろいんでね。で、それはやっぱアニメの力ですね。主題歌も相まって、演出がまた良さそうなんだから、演出がまた決まりそうだし、で、クオリティアップもちろん高い。
と思うんで、ちょっと楽しみすぎるというね、地を一時させていただきました。ちなみに前作ですね、まあ、さっきのウォード先生なんですけど、僕チーをね、なんで知ったかって、まあ、X でバズってたというか、それで知ったんですけれども、まあ、当時ツイッターか。で、100M って作品をね、バガボケで書かれてたんですよ。で、この 100M っていうのはそもそもめっちゃ面白かったんですね。チーライトしたらもしかして 100M なんか映像化されるかもしれないんですけれども、これぜひとも読んでほしい。チーのファンの人もぜひともね、これ 100M 読んでほしいんですけど、はい。で、もともとそのウォード先生ってめっちゃすげえ漫画家さんで、もともと思ってたんです。めっちゃ俺いいなと思ってたら、なんかチーっていう漫画がすごいなんかヒットっていうか漫画賞とか載ったぞみたいな。漫画賞と、たぶんツイッターでバズってる時くらいだったかな、僕が知ったのはね。っていうので、ああ、なんかこう、ようやくね、なんか100円も面白かったんだけど、バズりとかしなかったんですよね。やっぱ、なかなか人気できらない、なんか惜しいけど人気出そうでないみたいな作品だったんですよ。っていう中で、やっぱこう、まあ、漫画賞もね、取りまくりましたし、やっぱこんだけの作品になって、まあ、アニメ化もね、こんだけ期待されてるっていう作品になって、まあ、さっき言ったね、3位の青の箱もね、サキさん前作から好きでっていうところ、なんか似てるんですよね。っていうのは、秋アニメいろいろと思い入れがね、やっぱ強いクールになりそうだなっていうところもあるんですけども、ちょっとこれ、やっぱね、血来ちゃうんじゃないのっていうね、思いが強いんでね。やっぱその、これまで来てるじゃんって正直違うんですよ。バトルモードとか単純なファンタジーとか違うんで、っていう意味ではね、やっぱまた新しい風が吹き起こるんじゃないかっていう思いもありますんで、まあぜひとも本当に男女問わず、老若男女問わず、ね、おすすめしたい作品ですし、ただちょっと刺激が強いと思いますね。その点は注意かなというところですけど。ちょっとね、もともとの原作期待値から PV とか主題歌を聞いて、さらにこう、期待値がなった。これマジ来るぞというところで。第1位さんつけました。おめでとうございます。みんな見てくれ。はい。という感じで、今回ですね、今季2024年秋アニメ開幕前、おすすめランキングトップ10に選ばれました。以上となります。最後までありがとうございました。やべえわ、マジで。はい。すいませんでした。ほんとランマ2分の1とか入れずにね。もうちょっとマジでね、ランマ2分の1入れる気しかなかったんですけど、入んなかったんだなぁ。入れられなかったというかね、ちょっとなんか、やっぱ新作もいろいろ入れたいじゃないですか。で、やっぱリメイクなんか入れられなかった。ちなみに、メカウデが20じゃないですか。次に入れてたんですよ。だから本当は、ランマが20ぐらいも入れるつもりだったんですけど、ちょっと入んなかったすぎり、メカウデ入れないわけにもいかないしなと思って。で、やっぱランマに関しては、マッパさんね、クオリティめっちゃ高いし、まあ、PV めっちゃ楽しみなんですけど、やっぱうるせえ奴らパターンになんねえかなって、そこはやっぱ心配ですよね。やっぱリメイクって最初だけ盛り上がってみたいなパターンもあるし、で、面白さっていう面ではちょっと、なんとも未知数なんでね、これに関してはちょっと本当に入れなかったんですけどね。あと大いトンボ2期とかね。これもこれめっちゃ楽しみにしてるんですけど。まあただその1期で、まあ、結構やりきって結構話が動いてるんで、2期どうなるかっていう感じですね。あとマジルミエとかね。マジルミエもね、これね、原作好きなんですよ。面白いんですよ。で、しかもフラアニメやるらしいんですよね。テンスラの次をフリーレン、テンスラ、マジルミエだから、ちょっとマジやめてくれよみたいな感じなんですけど、原作版としてちょっとやめてくれよ、荷が重すぎるぞみたいな。クオリティ面がじゃあ若干不安かなと思って、キャラクターがちょっとね、なんかちょっと絶対に若干崩れそうだなと思って、俺 JC さんなのでね。っていうところもあって、ちょっとランク入れられなかったですね。ちょっと俺入れなかったんだけどな。あと、君やメイド様のこれサンデーブルーのね。あと、黙示録の4期2期もね、かなり面白いと思ってます。剣聖貴族2期もね、もちろん面白いと思ってますし。はい。新天とかもやるよね。カモノアシロンです。まあ、いろいろね、まあ、そもそも全然新作でね、知らないやつ以外の中でもね、やっぱ入れたやつもたくさんあったんですけども、で、まあ、もちろんその知らない作品っていうかね、ピム見てまだよくわかってないから、掴みきれてない作品もたくさんありますから、そういう意味ではね、やっぱこう、来期、まあ、超豊作来るんじゃねえのっていうのも思いますし、で、新作弱いかみたいな話もあったんですけれども、まあ、でも冷静に考えてたら、こう、地があって、ね、青の箱があって、ダンダダンがあってね、トリリオンゲームがあって、甘神さん地があってって考えたら、めちゃ強いじゃん。ね、思ってますんで、はい。で、まあ、その上でですね、またこう跳ねてくる作品、またネガポジャングラーみたいなダークホース的作品出てくるかもしれないので、まあ、そこはね、また期待しながら、結果として続編がやっぱ強すぎたな、でも続編全然強いじゃないですか、どう見ても強いじゃないですか、ね。もうリゼロにブルーロックにブリーチに強いに決まっとるよね。新作期待しましょう、みんなでね。応援しましょう、はい。ということで、もうめちゃくちゃ楽しみになった来期、超豊作と言えることを楽しみにしてます。皆様ね、いろいろぜひね、今回の動画参考にチェックいただけましたら嬉しいです。ということで、今回の動画は以上となります。皆さんまたね、注目作品とかね、ランキングに対する感想、ご意見述べるね、コメントをお待ちしてますし、まあ、来期もですね、またちょっと今期の週間ランキングの最終とか最終ランキングとか、ちょっと今期の前期ですね、まあ、2024年夏アニメの動画もちょっと出しながらですね、まあ、いよいよどんどんまた、2024年秋アニメ、コンテンツの感想動画とか、ランキング動画とか、バンバン出していきますんで、ぜひね、これを機に、チャンネル登録、高評価もしていただいてね、今期もね、一緒にちょっと僕とアニメ楽しんでいただきましたら、大変嬉しいです。ということでね、この動画、
以上となります。はい、またね、思うことがあれば、ね、忖度ない感想ということで、その、ビシバシ行くとかビシバシ行きたいと思いますんで、ナイツをよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。長い動画になりましたね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。